どうもこんにちは、ギャラクシーボックスの加藤です。ずっと失敗ばっかり繰り返し、なかなか成功までたどり着けない、そんな経営者ですが、書籍を通じて何か社会貢献できないか、そんなことを考えている出版社を運営しています。紙一重だった倒産からの業績回復というものを経験してみて、どうせやったらこの失敗談とか、僕も経営者の目線として、こうすればもっと仕事うまくいくよとか、こうすればもっと楽に生きれるよ、そんなお話を配信させてもらってます。ビジネスの楽しさっていうものを知ってもらって、誰かの勇気につながればと思っております。チャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。ということで、今日のテーマはこちら、退職するなら〇〇してねというお話をしようかなというふうに思います。まあ、退職を考えている方がもしこれいればとか、ちょっと見ていただけて参考になればなって、これほんまにもうこの〇〇めちゃめちゃ当たり前の話をしますが、もう絶対です。もうここ間違えたら絶対ダメですっていうのをちょっと以前ツイートさせていただきました。退職を考えている人に朗報です。辞め方だけは筋を通して損はないです。どんな悲惨な会社だったとしても、その中でお世話になった人、出会った人たちは最後まで感謝しましょう。退職後も付き合える、大切にしないといけない人はきっといます。縁に感謝することで次につながります、というもう答えは感謝です。これおろそかにする人めちゃめちゃ多いなと思っていたのをちょっとね、今まであったんですけども、これね、つながるんですよ、結局。これね、終わり良ければ滑ってほしいみたいなこともあるの、これほどかなって思うぐらいね、やっぱね、その会社側がほんまに悪い会社もあるから、これは確かに 100% とは言えませんけども、何で言ってもその中には仲良かった上司とか愛をくれた上司っていたんじゃないかなと。もうそれをひっくるめて悪い会社と思って無限にしちゃうんじゃなくて、悪いことされた人に感謝はちょっとしにくいけども、やっぱりその手を差し伸べたくれた方とかね、なんかこう味方に常になってくれた方とかって、ここだけにもう感謝せえへんかったらほんま後から苦労します。あのね、これ僕、転職何回かしてるんですけども、たまたまかもしれません。何回でもありがとうありがとうすみませんしたってやっぱやってたんですよ。ほんまにもう今も、そういうタイプではいようかなと思うんですけども、もう本当に18、19ぐらいで勤めたところの方ともまだつながりがあったりとか、その次のところのつながりの方もあればとかっていうので、なんかね、全員ではないんですけども、その中の一部の方とやっぱつながりがあるっていうのを持てることによって、やっぱね、得できるんですよ。仕事もまた一緒にさせてもらうってこともやっぱあったりとかね、いろいろあるんですけども、ここをおろそかにすると、もう人間関係かな、もうか人としてね、退職する時感謝ができないと、もう本当にね、もったいない、何にも残らへん、何にも残ってないです、ほんまに。お金とかそんなんじゃなくてね、もう何にも残らないです。その時間で何を得れたんか言うたら、もちろんスキルやないお金もあったかもしれませんけども、その人を大事にせえな、次につながりませんし、世間で思ってる以上に狭いんですよ。なんだかんだでこう、また出会うことってあるんですよね。その時にね、最後あの時にちゃんと感謝しようかってなって言って後悔する人も何か見てきたんですけども、ここ当たり前やけど、ほんま最後ね、もうあとはもう、パパッと終わらして次行こうって思うのは勝手やけども、ほんまに損するわ。損する。うちの会社でもそうかもしれません。今まで長いことしていたら退職者ってのはいます。でもそこでちゃんとした退職の仕方をされた方とはやっぱ繋がっております。これすごい大事かなと。こっちもね、別に、まあ、そんなね、監視されへんやったら別にこっちは求めるものもうないしっていう子もいれば、退職、去年一昨年かな、雇ってくれてありがとうございましたってやっぱちゃんと頭下げられたら、なんかもうそんなん、またなんかあったら来いよって、なんか言えよ、なんか何でもしたるわってやっぱなるんですよ。高校ってほんま最後ね、大事だから、もう絶対感謝っていうものをね、退職する方はね、される方がいいのかなっていうふうに、絶対これ大阪にしたらほんま後々後悔するので、これは真似してというか、もう絶対、これもう絶対やった方がいいです。っていうので、ギャラクシーブックスの角でした。また感謝しましょう。ほんまやでこれ。ほんま。